はい、というわけでございます。皆さんどうもこんばんは。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 はい、というわけでございまして、はい、まずですね、久々のポチョクです。イエーイ。おひさー。おひさー。おひさー。いやもうどうですか最近は。うん、しんどいですね。しんどいますか。しんどるよ。大変ですか。大丈夫か。いろいろと。そう、1ヶ月ぐらいね、あれなんですよ。まあ育休って形でお休みもらってるくせに、うん、1ヶ月ぐらい一人暮らしをしててですね。はいはいはい。まあもともと育休って言いつつも仕事とかもちょっと頑張りたいみたいな。そうだね、言ってたね。はいはい。まあそっちの方やってるんですけど、うん、まあ生活が破綻して破綻して、うん、何が起きた。一人暮らし向いてねえやつやん。向いてないね、ほんと。うん、汚いとかももちろんあるけど、うん、食事とか、うん、寝る時間とか、はいはい、あれはもうぐちゃぐちゃで、うん、もうやっぱね、うん、やっぱダメですね、本当に。一人じゃちょっとっていうね。一人暮らししてた時、うん、確かこんなだったなっていう、うん、はい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 、はい、なるほど。なるほどね、うん、いやいやいや、でもちょっと元気そうで良かったですけど、うん、そうだね、会えてよかった、めっちゃ会えてよかったよ、久しぶりに。お疲れ様です。ありがとうございます。ほんで今日は本亭なんですけど、はい、雨の予兆箱来てますと。イエーイ。来ちゃった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 。いよいよこのね、バックにお人形たちがいっぱいいるエリアに大量におりますけど、くまこさんが心配です、うん、そうよね、そうね、ちょっと心配ですけども、たこ焼きだけのために来ました、ね、そうですね、飯食いに来てます、こっちは。それぐらいの感じがいいよね、多分ね。そうだね、正直たこ焼きのためだけ。そんなこんなでございまして、配信をやっていくんですけども、はい、今日はちょっと重大なお知らせみたいなのをね、2つに増えちゃったんですけど。そう、急に増えたよね。そう、本当は1つだったんだけど、うん、1つ増えちゃいまして、うん、本来ヒロシのね、うん、画像がちょっとここら辺とかに浮かんでるはずだったんですけど、ヒロピ、ちょっとヒロシがですね、まあ告知した出した通りなんですけど、昨日、うん、来れなくなりまして、ヒロピ、それちょっとのっぴきならない事情があったので、はい、ちょっと来れないと、うん、いうことなので、ちょっと重大報告っていう感じにさせてもらいましたが、うん、ちょっとまだここから増える可能性もあるなと思うので、まちょっとだけ先に、うん、1個目の重大報告の話をしようかなと、もともと予定してたと、はい、ヒロシの話よりも先にちょっと、はい、多分ね、ヒロシの方が気になっちゃってる人、ぼしちゃったら多いかもしれなくて、まあ、心配だよね、心配だよね。それはもうちょっと人数増えてから話しようかなと思ってる。そうだよね。ほんますいません、私のせいで。だって1個だけ言っとくと、マジで成仏したじゃないです。先言っとこう、それまずそれではないという、うん、成仏したわけじゃないです。長いのが目でたしくない。そうそう、なっちゃうから、うん、みんな複雑になっちゃうから、複雑だけど、先にそれだけ言っとくわ。で、その上で1個目のもともと予定していた公式発表というか、はい、をさせてもらおうかなと思っております。はい、はいはい、いいですか皆さん、ちょっと耳の中かっぽじって聞いてください。ちょっとね、頼むよ、はい、頼むよ。今ここ本店ですけど、はい、私七代がですね、うん、ここの本店を引っ越すことになりました。あら、やー。まあ拍手じゃないんだけど、拍手なのか分かんないけど、拍手じゃないんですけど、なんと、そうなんですよ、これが重大告知です。1個目の引っ越しになります。なので、そうなんですよ。これはこの後ろの子たちは、後ろの子たちは一緒に引っ越します。あ、よかったです。そう、人形たちは一緒に引っ越します。バイバイ。ただね、幽霊たちがですね、うん、たくさんいるじゃないですか、この家って、うん、まあ、元々ね、心霊シェアハウスなんて言って、そうね、で私怪談のシーハナっていう番組とかでも喋ったりしたぐらいには、この家ってめちゃくちゃあったわけですよ、いろんなことが、はい、っていうのがあった中で引っ越しなので、ちょっとまあ寂しいところはあるんですけど、幽霊さんたちはまあここに残ることになるかなと思ってるんですよ、うん、なるほど。ただまあ最後になっちゃうから、だったらもう、しかも引っ越し近いんですよ、もう、うん、来月なんですよ、9月に引っ越すんで。やってる場合、これやってる場合じゃない、なかなか忙しい、やってる場合じゃない、準備しなきゃいけない、うん、準備してくれ。9月のね、15日に引っ越す予定なんですけど、うん、はい、で行き先がですね、埼玉県の秩父市です。ここまで言います、一応住所さすがに言わんけど、はいはい、うん、埼玉県秩父市に引っ越します。いいとこだね。なので、うん、本亭2として、はい、埼玉県秩父市が、そんな名前なのかもしれない、まあ、どうしたらいいか分かんない、セカンドシーズンみたいになってる、ぶっちゃけ困ってるよ、本邸でつけちゃったせいで。そうだよね、本邸引っ越しちゃったらどうしようってなってるよ。本邸、うん、うわ、分かりづれー、本邸本邸本邸でいいの、本邸でいいかもしれない、別に、うん、ここが本邸でなくなるのですか、まあそうやんな、うん、いつの時代の本邸ですかみたいな、本邸ファーストシーズンみたいなじゃないか、
エピソード2なのなっちゃうから、はいはい、そうだからとりあえず一旦、まあ、その埼玉県秩父市に引っ越しますよってこと1個、はい、だからこの千葉県いすみ市にもともと借りてたこのねあの本邸のねこの心霊シェアハウスと言われた家は手放しますというかまあ引っ越しますと、バイバイ、あいうのがまず1個ありますよと、はい、いうとこでございます。これ重大報告だったんですよ。そう、これは重大ですよ。重大だよね、うん、どう考えたって重大です。そうだって家変わるからだって、うん、そうそう、若干ね今後のねどういう感じなのかなっていうのはまだ未定なとこもあるんですけど、とりあえず引っ越しはしますとだけは言っとこうと、はい、間違いない。そうで、それに伴って、うん、最後だから来てもらったって感じですね。まあみんなでね揃ってって感じですが、今までちょっと動画では一応説明したりとか、まあ、くまこなんかもなるべくちょっと行きたくないなと言ってくれてて、うん、なるべくっていうか嫌だってずっと言ってた、そう、うん、言ってたんだけど、最後ぐらいは行ってやってもいいかなということで、優しさです優しさでね、うん、ちょっと来てくれたっていうのがあって、じゃあっつって唇を噛みしめてきた、じゃあしょうがねえというのがあって、うん、まあ、ちょっとそれでまあ引っ越しをしますと、はい、いうお話でございました、はいはい、なるほど。これ一つ目の報告という感じでございますと、あら、まあ、はい、うん、あら、そうなんですよ、うん、っていう、まあ、正直に今回は、ね、もうほぼそれがメイン、まあね、まあ、でかいことですよ ね、 そうだからね、ではあるので、ひろし霞むよこれは、まあ、大丈夫ひろし気になってるでしょみんな。いや気になるよ多分ね、まあ十中八九さ、十中八九あの書き方したら成仏だと思う。思、まあ、っちゃうね。これはほんまにそう。悪いほんまにすいません。ね、ちょっとあの回れ右だけしないでちょっとあのね、うん、あの閉じるボタンだけ押さずにちょっといただきたいんですけど。ちゃんと見てください。一旦腹減ったな。うん、マッチ。あ、もう焼く？やっちゃいます？お願いします。まあまあ、まあ、こっからちょっと時間かかるからね。はい。はい。ひろしの結婚？じゃあこれもう誰か当たる人いるのかな？あ、ちょっと当ててみて、逆に。確かに、逆にね。逆に。あ、確かにね。それ広瀬のみんなにが起こったのか。あの、やっぱ最初に言ったんですけど、成仏じゃないです。これだけ言っときます、先に。それだけは違う。あの、すみません、ちょっとあのびっくりさせるようなあの、ね、ニュースみたいな感じだったんで。申し訳ない。どうしたみたいな。脱退かみたいな。どう、成仏かみたいな感じだったけど、うん、脱退でも成仏でもないので、そこだけちょっと安心してもらって。うん、いいニュースか悪いニュースだとどっちなんですか？ヒントですね。まあ、悪いニュースではあると思うな。あ、悪いニュースなんだ、うん、いいではないね、正直。あ、でもどうなんだろう。ヒロシにとっては悪いね。あ、そういう感じね。ヒロシにとっては悪いけど、我々にとってはどうでもいいですね。なんだよ、これ。重大じゃないじゃん。重大。なんかさ、あのトーンでさ、書かれるとさ、ね、重大じゃないじゃん。こっちハードルすごい上がって、どうやって説明しようみたいな。まあ、なるよね。うん、だってちょっとなんか面白くなっちゃって、うん、あのネックマコから連絡来たじゃん、昨日。ちょっと、うん、ちょっと。のっぴきならないんでいけないですと、そうです、どうしたどうしたみたいな、そんな書き方されるとそう、ね、そう、どうしたどうしたみたいなって、うん、だからちょっとそれ聞いたら、あ、まあまあそういうことかみたいになって、まあのっぴきならないわ、それは確かにと、うん、まあ、ちょっとだからまあ今回はあの見送りにしましょうみたいな感じで、うん、あのもうなんか当たってる人いるわ、ね、当たってる人いる、当たってる人、すごい意外といる、意外といます、当たってる人いるね、ひろし海外進出と見てみたいですわ。いや、これはちょっともう言おうか。言おう、うん、今同時接続者数がね、1451人と、なんかなっておりますので、過去最大では、過去最大ですね、はい、ちょっとじゃあ行きますね、はい、ちょっと今回ヒロシがですね来れなかった理由なんですけど、うん、あのトンネルの子に振られました、はい、正解を皆様おめでとうございます、ありがとうございます、プレゼントをお送りします、おめでとうございます、あのただね、やっぱちょっと純粋なおじさんなんだなって思っちゃったね。何があったわけ？ちょっと説明してもらっていいですか？お願いしますよ。なんか、なんかさ、なんかさ、みたいな。でも自分も、うん、広志側の話しか聞いてないから、それが全てかどうかわからないんだけど、うん、はい、多分もう、あれか、うん、ロケあったじゃん、心霊スポット置いてきますって、はい、そのね、この前の動画出しましたね、ちょっとね、あの再生数伸びていただきました、はい、ありがとうございます。で、トンネルの子にちょいちょい会いに行ってたらしいんだけど、うん、あの後もっと、そうなんだ、だから見つからなかったのかって思いつつも、うん、なんかすごいいつも以上にしょげてるおじさんおるなって思って、うん、駅のところで、うん、あ、ひろしだって思って、うん、そしたらなんかすごい、おー来たかみたいな感じになって、うん、もう恋ってなんだろうねみたいな、なんか哲学がありまして、どうした、マッシで恋ってなんだろう、恋ってなんだろうなって言い出して、うん、どうしたどうした気持ち悪いぞって言ったら、うん、なんかあのトンネルのなんかね、いつ行ったかわかんないんだけど、うん、トンネル行って、そしたら女の子が立ってたんだって、僕には見えなかったその女の子が、うん、立ってたんだって、うん、でなんか多いって言おうと思ったら、なんかその女の子と違う女の子たち
が喋ってたらしいのよ。はい。ほう。で幽霊同士でね。そう。そしたらおそらく、うん、ヒロシのことをなんか、うん、あのキモい親父って言ってたらしい。うわーつらっ。何それしんどすぎる。あのキモい親父なんか毎回来るよねみたいな悪口を その女の子たちで盛り上がってるのを聞いちゃったんだって。うわなんか幽霊になってそのなんかあれに会うのやだな。やりきれん。でなんかそれでその女の子が振り返った時にヒロシが立ってたんだけど、うん、女の子が普通にあ来たんだって言って来たのがもう怖くなっちゃって、あ気づいちゃったんだ、うん、いや聞いてたよってヒロシは言ったらしいのよ、うん、聞いてた、今の聞こえてたよって言ってたら、そしたらなんか舌打ちされて、あ、じゃあもういいや、バイバイって、以上。待って待って、なんでそんなことすんの、ね、なんでそんなことすんの、わかんない、おじさんに、いや、怖っ、階段より怖いわ、ね、なんかいただき女子じゃん、ありがとうございます、いただき女子だね、いただき女子やな、いただこうとしてたの、うん、かもしれんな。何を、ね、失礼ながら確かに、うん、ヒロシの何をいただこうとしてこうなったの、いや多分さ、うちらと喋ってんのを見て、うん、もしかしたら生きてる人間となんかできるかもしれないみたいな、そういうなんか損得感情じゃないけどなんかあったんじゃない、はい、もしかしたら、いやこれちょっとかわいそすぎてさ、正直だからね、私あんまりこんなでっかく言うつもり本当はなかったんだけど、うん、あそう、あのでもちょっとヒロシのこと考えたらこれ、まあ、ヒロシ的には重大だろうなっていうのがあったので、まあそうですね、まあ、さっきちょっと笑い話っぽくしゃべったけど、うんうん、実はちょっとで、ね、あのヒロシの気持ちをおもんぱかったというかな、ちょっと若干あったんですよ、ちょっと実は、まあ、で心配だよ、うん、そうでヒロシがなんか恋愛ってなんだろうなみたいな話をしてたから、うんうん、なんかなんだろうねっつって言って帰ってきた、なんか、うん、なんだよそう、なんか一応ねくまこがさ、あの、うん、なんか今日の撮影に向けてさ、うん、あの探してきてくれてさ、そうそう、わざわざ、うん、その大変だったの、結構くまこは探していなくて、うん、そのひろしがいねえっつって、とりあえず見つかって、うん、よかったよね、言いはしたんだけど、もう本当にぼーっとしてて、うん、なんかこう言ってなんだろうねみたいなことをなんか、あ撮影なんだけどさみたいな、あの今度さみたいな、七章さんのとこ行くからさみたいな言っても、うん、こいってなんだろうね、うん、みたいな感じの、あのほうけたおじさんになってて感じに、そうそうそう大丈夫かなっていうのがあって、あの大変だったんですよ、うん、そうでちょっとくまこからちょっと連絡来て、ちょっと結構真剣な、なんかちょっとヒロシはやばそうっていう相談で、うん、どんな状態なのって言ったら、もうずっとほうけてるっていうか、うん、もう本当に意気消沈しちゃってて、うん、ちょっとかわいそうだから、うん、ちょっと連れてけないと思うみたいな話をあって、うんうんうん、はい、いやこれは無理くり連れてくのは七種類系的には違うよねってのがあったので、うんうん、本当はねヒロシと共にね本邸で撮影する予定とか、まあね、引っ越し前にヒロシに1回はね本邸に来てもらうチャレンジしてほしいなと思っていたんだけど、だからちょっと1回も来てない、そうなんですよ、これ出てないから、だから大移動もちょっと不安もあるじゃん、まあそうね、多分だから熊子的に多分そうだよね、ヒロシがさ大移動の不安もあるじゃん、ちょっと その状態であの移動するとちょっとメンタルやられそうだなっていう、ヒロシ自身もね、はい、ちょっとあったよね多分ね、そうっていういろいろところを考えた結果、ちょっとヒロシはちょっと今回はまあ出演見送りっていう感じに、こっちの判断で ね、うん、そうだね、させてもらったっていう、確かにそれは無理だね、そう、あとあの、そうだね、うじうじしたおじさんと一緒にいたくないっていうこっち側の思惑ですか、あの、まあ、それもちょっとあるけどね、うん、まあだってね、だって撮影中にさ何を振ってもさ、うん、こう言ってなんだろうねって言ってるおじさんってさ、なんかちょっと仕事としてさやりづらいじゃん、うん、みんな、そうね、しゃけせってなる、そうそうそう、あるし、いやちょっとこれしばらく休んだら復活するって聞いたら、うん、するって言ってたから、うん、あそう、でなんか休ますよって、そうで逆に笑い話にしてほしいし、あの、うん、あの完全に誰か俺の恋バナ聞いてくれみたいな感じになってたから、うん、そうなんだ、あなるほどね、ヒロシの恋バナ会作らなかったね、そうだ ね、 そうだね、ちょっとあの別の時の撮影で配信っていうかは、うんうん、ちょっとあのヒロシのあの恋バナを聞くみたいな回がもう設けようかなと思ってて、うん、まあ、動画出るの自体はちょっと先になっちゃうかもしれないですけど、うん、ちょっとやろうと思ってます、ね、だからあの自爆霊のカウンセリングね、おかげさまでちょっと見ていただいてる方結構多いかなと思ってるんですけど、うん、あれをヒロシとやる、うん、あーいいじゃないですかでもね確かに一番身近な人な、なんかあの全然あの知らん人たちとかの相談乗るのがさ普通だったからさ、うんうん、突然なんか身内の相談に乗る感があって、なんかそわそわするわちょっと、えぐいな、うん、なんか急にね、いやでも本当にそれこそこのグループ内のさ、うん、あのトークアプリで急にくまこさんからヒロシいなくなったって来た時の恐怖感たるやなかったよ、一回だからあの前回の撮影の後にね、うん、まずヒロシが行方不明だったんですよ、はい、でちょっとそれであこれやばいかもなってなって、そうそうあったね、そうそれを探した結果見つかったけどこの状態っていう感じなんで、うん、
まあでも難しいよね。だってそのさ大規模な失恋してる人にさ、うん、そうか以外何言える。そうだよね、変なアドバイス言えないよ。言えない、言えない、言えない、うん、そう次があるよぐらいしか言えないもんね。そうね、うん、なんかそういうんでもないね、うん、なんか別に次なくてもよくねって思っちゃってこっちから、ね、そうそうそう、あのぶっちゃけで言うと、あのさっき、ね、私がどうでもいいって言った理由は、うん、そこであって、うん、あのまあ言ってしまうとパパ活女子みたいなのに引っかかったおじさんなのよ。まあそういわゆるそうだね、構図は、うん、なんか痛いおじなのよ、簡単に言うと痛おじね。そう痛おじ、痛いおじだから、あのこういう自業自得なところもあるやろっていうのは若干ね、うん、そううつつ泣かしやすいタイプだから、うん、そういうので、うんうん、っていうのまず一個あるし、なんかあの逆になんか これを機にね、ちょっとあの女の子になんかいけそうな気がするみたいな雰囲気あるじゃん、はいはい、どうしてもヒロシってなんか最近ちょっと緩いじゃんその辺が、うん、若干、まあね、うん、なんかちょっとだけそこはあの、ね、気を引き締めてきてほしいなっていう気を引き締めありますね、うん。